お疲れ様です、マフィーです。今回はイザベラ使います。イザベラはカップ戦の報酬ゴマということで、皆さんカップ戦お疲れ様でした。今回のこのカップ戦、なんだっけな、ムーンソノリエント杯か、20勝するか1万以内で手に入れられます。で、私は今回6位だったので2体手に入れられました。で、この2体手に入った上で結構悩むことがあってですね、2体取っとく方がいいのか、もう合成しちゃった方がいいのか、まあ、これに関してはフェアリーを使うかバトルコインを取るかみたいな違いなんですよ。で、なんでこの2体もらえて一気にスキル合成しないかっていうと、カップ戦の報酬ゴマっていうのは1年後とかに10日解放されたりするんですよ。で、その都度、あの時合成してなかったらバトルコイン使うことなかったなみたいなことがあったりして、で、今回のこのイザベラに関しても進化がかなり優秀というか、もう今の段階で結構強いんですよ。で、例えばね、なんか進化の状態で、例えばヤンドーラとかね、あんまりなんか進化は使わないけど10日解放されて一気に使うようになったっていうコマは、もうその2体ともね、あの2体目をスキル合成に使ってもいいと思うんですけど、イザベラに関しては結構優秀なんですよ。うん、ということで紹介していきます。どれぐらい優秀なのか、まずこのステータス画面見てください。HP は、まあ、9大点、うん、プラス振ったら1500オーバーするけど、振らなかったら1500オーバーしないっていうね、まあ、1400後半っていう、なんとも言い難いようなステータスではあるんですけど、スキルとコンボスキルが優秀なんですよ。表になっている2ターンの間800の特殊ダメージを与えて、コンボスキルが盤面にある自分のキャラゴマが2枚以上の時に発動でき、通常攻撃に依存する 90% の特殊ダメージを当たるというものでですね、なんかティターニアの、うん、英語マ版みたいな、ていうか、まあ今回使うイチゴの英語マ版というような性能ですね。コンボスキルが特殊なので、うん、でね、まあ、非常に強いと。これね、場面の無敵になっている2ターンっていうのが消化しやすくて、でコンボスキルも通常攻撃に依存する90、これ90って結構大きめだなと個人的に思ってます。うん、なんか70とか80じゃないんでね、実質 1.9 倍出すようなもんなんで。で、まあ、こういうコンボスキルを考えると通常攻撃に依存しているので、バフリーダーに使うのがいいですね。特に神タンよりかは今後に使うのがいいかなと。神タンっていうのがスキルが特殊ダメージ出せる駒が多いので、コンボスキルにバフを求める、そういう種族なんですよ。種族っていうか、そういうデッキタイプなんですけども、で今後向けの、まあ、そういうなんか竜駒であったりとか物理で火力を出せるような駒が多い今後デッキであれば、こういうコンボスキル特殊の駒と相性がいいので非常に強いです。で、実際ね、このイザベラが強いっていう実績があってですね、なんだっけな、関西地区予選だ、オセロニアンの戦の関西地区予選が先日あったんですよ。3日前からこの動画撮ってるの26日なんで、まあ、もう実際このカップ戦のもう真っただ中で、カップ戦22日に始まったんですよ。で、その2日目にして、あの伊丹さん、もう皆さんで、ね、知ってると思うんですけど、伊丹さんが予選1位通過ということで、それで使ってたのが神ラニっていうデッキだったんですよ。今回ね、それにその伊丹さんになんだろう、こう影響を受けて今回神ラニを使うわけなんですけども、その中にね、このイザベラさん入ってたんですよ。だから、まあなんだろう、イザベラを取ってすぐに育成して、で全国大会に持っていくっていう、うん、で見事に予選1位通過ということなんで、やっぱりこうイザベラの存在が大きかったんじゃないかなということでですね、今回このイザベラを、まあ、紹介していくわけなんですけども、神ラニデッキ、はい、なんだろう、神デッキではあるんですけど、まあ、竜であったりとか、あとマゴマもちょいちょい入ってて、神多めの、なんだろう、神混合みたいな感じでね、使っていくのがいいんじゃないかなと思います。で、このイザベラに関しては別に神混合とかじゃなくて、もうラニリーダーでジェインが入ってるようなデッキにとりあえず刺しとけば強いんですけども、やっぱりこう神駒ということなので、リンガットやあとはブラダルンディーネといったシールドとか、あとデバフの駒で適当に耐えていって、で今回だからルキアとか入ってないんですよね、まあ、HP も高めということなんで割とね受けはできます。そんな中でイザベラを置いていったりとか、イチゴを置いていったり、あとはダーシャで火力出したり、ジェイン投げたりみたいな、そういうデッキ構築ということで、今回このデッキでやっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。暗黒デッキ、いや、なんかさっきの試合めちゃくちゃカクカクいってさ、ちょっと編集してる時にどうなるかくよ、あもう引いちゃった、引いちゃったよ、もう X 打っちゃうよこれ、X 打っちゃっていいかな、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 うん、いっちゃいます、いっちゃいますさっきやったことではあるけど、ちょっと同じことやっちゃっていいですか。あ、どうしよう、なんならこの試合がうまくいったら、さっきの試合これ没説もあるな、うん、カクカクしてると思うし、 OKOKOK、 さっき見せたかったことをもう一回やっちゃおうぜ。まあでも相手が進行変えてくる可能性あるからね、気をつけろ、いらっしゃいます、ブラダルンディーネと。で、ここどうしよっかな、もう一回ブラジェちょっと冒険、ブラジェ行く、ブラジェで冒険しちゃうか、よいしょ、まあ、相手リュウリン貼るのこれ遅れそうなんでね、うん、まあ、貼られたところでみたいなところがあるんで、ブライダルンディーネは単純に、うん、レバフが強いんでね、まだ取っときましょう。さあさあさあ、どうするこれ、リブータ
ああ、はいはいはい、リムられたか。リムられた。めっちゃ捕食する。けど相手竜輪張れてないから大丈夫。ここティルとぶん投げましょう。いらっしゃいませ。オーケー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 。しっかり安いていくと。んで、一回これはまあこっちかな。さっきと違って、今度は右上 X の方に XX というような立ち回りでしっかり来る。おいー、強っ。強いなー。雑に強いな、イザベラ。さあ、ここで相手は竜輪引いてるのかどうなのか。あ、トネルムか。強いな。ありがとうネルム引いてるじゃないですか。まあ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 。とはいえ、こちらもね、黒崎15があるので、しっかりと。おー、なるほど。どうしよっかなー。まあ、一回こっち行きますか、よいしょ。月牙天使を打っちゃって、最後の月牙天使を良い火力。で、相手これでどう来るか。普通に編さん取ってくるのか、はたまた。ちょっと竜輪打たれてるんで、ブランジェッタが、まあ、弱くなっちゃいましたね。しかし、相手ランタイも引いてなければ、うん、捕食も S5 枚1枚切ったんでね、リムタ切ってくれたんで、今のところこちらが優勢ですね。この後の引きにもよりますが、オッケーオッケー。そこはあれですよ、ブランジェッタのコンボスキル、これ 1.8 倍出せますよ。こんなぶん殴りゲームにいらっしゃいませ。よし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 。一回これはもう金アラでぶん殴りゲームに。あ、でも A、 いやー、まあ、大丈夫でしょう。A4 とか関係ないから、もうぶん殴りゲーム、もうぶん殴ってれば勝てます。はい、そういうデッキです、今後っていうのは。よいしょ、オッケー。毒も少なからず入ると。よし、相手捕食もそのまま切ったよ。で、オッケー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 。で、呪いも少なからず入る。あとは、これ右か、あ、これ F5 に、エンデガ君あるな、これ。エンデガ君 F5 で4000、あ、確か、500ぐらい。いや、まだ止まないな、これ。まだ止まないな。神強化エンデガでも止まない。いや、しかし、だがしかし、これどうしようかな。ウンディーネと、ウンディーネ打っちゃって、デバフ、相手の捕食量をここから下げるぞ。オッケー。で、呪いのダメージ入る。さあどうする。よしよし、オーラ引いてない。これゴリ押しできるって。いや、これができるんですよ、混合で。今の本当に神混合で、これちょっとすごいよ、これ。もうあの、オーケー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 。よし、よし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 、しっかり受けて、あとは、あ、これエンデガで勝てますね、通常の。よしよし、 F3 通常エンデガで終わりんこ菊池に。あ、まあ、左ウェックスの方がいいか、こっちの方が強いか。いやあ危なげなさすぎないか。対戦ありがとうございました。まあ、さっきと違う展開なんで、一応採用しようかな。まあ、考えておきましょう。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。納涼メヒストリーダー。うん。納涼メヒストリーダーといえば、イベッティング先生とか入ってるからさ、うまいことこれ。あ、なんか今日これ多くない？強くない？ちょっと待ってよ。待てよ。これは、いや待って、ショットルキアとか来ないような、イザベラ打っちゃうか。なんかこれめっちゃ見るんだけど、今日。いやでもね、これができるから強いんだろうな。うん、まあまあいいや。もう初手イザベラ、もう初手イザベラは正義なんだよ狙うぞ。でしかもね、今回紙デッキにしているので、あのラニシタが多いと。オッケーオッケー。あ、もう構わん構わん構わん、そんな気にしない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 、たじろがない、その程度だよ、たじろがない、回ってる程度たじろがないよ。ジェイ引け。あー、引かなかった。いや大丈夫大丈夫、もう XXXXX 関係ない関係ない。あのメヒストリーダー相手ってね、これ X 結構強いんで。はいと、火力出しちゃって、だから右下 X とか来たらさすがに F3 に打っちゃうかなとか思っておりますけど、どうですか。まあこれ普通に右下 X と、まあ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 、まあでもこれだけでもイザベラさんはなかなかに活躍してくれたんじゃないですかね。いらっしゃいませ。 OK、 ブランジェッタ、ブランジェッタいたんだったらもう F3 打っちゃいましょう。これだけで十分、イザベラさんね、この右下 X に打たせる、これだけでね仕事してるんですよ。わかりますか。こっちが2手目 X 打った時に、この右下 X って白にとってはそんなにいい一手じゃないんですよ。なんでこっちに打たせるだけでもう十分仕事してると。うん、でそれでいてかつ特殊ダメージを出したと。いや素晴らしいな、このイザベラというコマはさあこれ D6 かな、リッチと。まあ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 、なかなかねメヒストリッチっていう形は強いけど、こっちも初手イザベラ打ってるから、おーし、こんなイチゴ不可避。イチゴ、はい、相手は特殊コットも切ったんでしっかり入っていくと。で次のターンブランジェッタ、発動するんで、なんかバフリーダーとは思えないような特殊ダメージとかダメージの出し方してんだこれ置くだけで特殊ダメージを出すコマと、置くだけで毒を召喚してくれるコマと、一体何なんだこの空間は。よしよしよし、守護者と、はい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 、しっかり受けちゃって毒も食らって、でここは OK。よしよし、ダバコン組めるんで、これもうダバコン打っちゃいますか。エンデガさん前会社9433なんで、全然受けられますね。毒込みでも大丈夫です。よいしょ。はい。よいしょー、アイデンティティの三浦明彦の順、よろしくどうぞ。いい火力、そしていい捕食、そしていい捕食じゃない、いい吸収からのいい毒。オッケー。
で一番まずいのは左下 X エンデガ、いやそれも問題なさそうだな。オッケーオッケー、ここ火力出しちゃって、あとはまあエンデガじゃないわ、アラジンまずだっけ。オッケー、アラジンこれ神強化踏めるじゃん。9133なんでまだエンデガ耐えれる。で毒込みなんでこれは、あっあっ、えこれ飛ぶ待って1300毒でしょ。58の 1.5 倍だから8500、ん8500出るかこれもしかして。いや違うか、8700、あ飛ぶんか、これ毒両方あんのかこれ、飛ぶわごめんなさい、8700出るんでこれ毒で飛びます、すいません。なんか毒の数が1個だけに見えちゃう、なぜかリピートアフターミー、これはひどい。はい、対戦よろしくお願いします。これチオリーダーか、吸収ね。チオリーダー相手にはルキア欲しいところあるけど、今回ルキア抜きなんでね、ルキア抜きだからこそできるようなことをやっていきたいんだけども、この手駒いやただな、これイザベラさんキャラゴマ2枚以上じゃないと盤面に、その何だろう、盤面に自分のキャラゴマ2枚ないと発動しないからな、コンボだから。そう考えるとちょっとねショート X は無理ですね。なんでこっち打ちましょう。いやしかしこれだけでも十分強いんですよ、見てほら、物理アタックさながら、そして特殊ダメージも出していくと。で、相手どうする？取る？ 800 ぐらい許容する？許容の子、はい、許容すると。で、この罠は返したいかな。でもこの、なんだっけ、こいつのコンボ。2枚ちょうど返し。あー、めんどくさいな。めんどくさいな。けど、返さないと、痛い目見そう。でも、返してアゲハだったら一番痛いよな。行こう。うるせえ、行こう、よし、通った。よし。これ通したんだけど、いや、しかし、イザベラ強いね。ここで1600出していくと。やっぱ初手からね、使えてこんだけ、しかもなんでこのクイナはちょっとプラス売ってるんだ。何かしらの調整ですね、いらっしゃいませ。これは強い。いけ、これ取らせよ。取らせて場面取ろう。ゲズが転生。さあ。どうするこうなると、これ盤面傾くよ、これ取られたら。取ってこい。うわっ貴様貴様それは、いや、そんなあんまりだろ、ちょっとそれは。いや、まあでも、特殊で攻めれる、大丈夫。まだいける。あー、これジェン切るしかないな。どうしよっかな。一回中入るか、よいしょ。カイザードラグン。オッケー、いや、でもこれだけでも。オッケー。いい、捕食って言っただけ。捕食じゃねえ。ね、しかもこれね、地味に F5 の T ルートがいい睨みを利かしていて、竜ゴマが今2枚あるんですよ。あー、なるほどね。なるほど。ここ避けようか。いや、でも今回紙デッキで結構上も切ったんで大丈夫。あー嘘だ、そんなこと。ちょっと待って。今回紙デッキだよな。嘘だろ。紙デッキでこれ何釣られる。いや、でも逆に、あれ、逆にいいか。これ、エンデガとアラジンがあるっていう手駒状況は悪くない。うん。手駒の状況は悪くない。しかも乱体あるから、まだなんとかなるぞ、これ。どうする？マフェリ入ってんの？いや、けど、これ、美味しいぞ。英語に打つか。いや、待って。いや、待って。落ち着こう。一旦落ち着こう。で、相手に手駒ロックされた時のことを考えて、まだ飛ばないよな、これ。今、3900、まだ飛ばなそうですね。なんで、いや、でもマフェリ取るか、普通にこれ。やだわ、マフェリ。ちょっと取るわ。いや、大丈夫。これだけでも結構削れる。で、なんなら次のターンで、ね、アラジン圏内入ってるんですよ。なんで、吸収打たれたとしたら、あれだけど、バンのコンボは使えないはず。バンのコンボ使った瞬間に、もう全員コンボぶちかます。お、4枚返しあるぞ。これ4枚で飛ぶじゃん。よし。まさかの伏兵がいたが、これ4枚で飛ぶよ。よし。釣られても勝てるっていうね。このアタッカーの多さ。これです。HP 高くて、デバフとかもあって、アタッカーが多くて、ご利用しやすい。それがね、神コンボ。素晴らしい。対戦あると。はい。ということで、今回いかがだったでしょうか。割と雑に打ってるというか、多分全試合初手に打ってると思うんですけど、いや、ほんとね、初手出し強いです。初手出しじゃなくても強いです。まあ、全部初手出しにはなってしまったものの、中盤からでも、2ターン完結っていうだけでも、割と使いやすいですし、コンボスキル、むしろね、なんだろう、初手出しの方がイレギュラーかもね。うん。先行初手出しの場合ってコンボを使うには2手目 X 打つなりしないといけないんで、初手出しの方がイレギュラーではあるけど、初手出しでも強いみたいな。で、中盤からはもちろんコンボスキルも使いやすく、罠回収としても使えるので非常に強いですね。そして、ラニシタということなんで、うん。
やっぱりこうね、コンボスキルが通常攻撃に依存するというものなんで、神タンよりかはこういう、そう、竜ゴマが入ってるようなデッキにしっかり入れていくといいと思います。なんか本当合うなんでしょうね、なんだろう、明太マヨみたいな感じです、うん、何でも合うじゃん、明太マヨって。ラニリーダ、明太マヨ、うん、でもやっぱりこう、明太マヨも、魚介の旨味は入ってますから絶対合います、うん、あとジェイ、明太マヨみたいな感じで、そんな感じで、ラニリーダーデッキの明太マヨのような存在、そんなね、なんだっけ、イザベラか、イザベラ、ね、ぜひ皆さん使ってみてくださいということで、今回この辺でおります。あと3分したらね、これあれなんですよ、メンテナンス始まっちゃうんですよメンテナンスが始まりそうな時間にギリギリ、3試合取れてよかったと思いますということで終わります。お疲れ様でした。